しれいちゃん、おばあちゃんですけど、うん、近々よ、飯島んかい来れないね、やっと出てきたわけさ、おじいちゃんの手紙、れいちゃんに渡してほしいって言われてたね、来れる、よかったよかった、猫、猫ね、あんたの友達が、猫ね、わかった、連れてき、じゃあ気をつけておいでよ。来週よ、私の孫が家島に来るのよ。そうなの？よかったさ。だからよ。二二三四弾けるの？ちょっとゆり祭り出るからさ、練習してるわけさ。大変だね。そう。ちょっと一曲聞いてもらえないね。あの飯島渡し船わかる？大好きだよ。弾いて。おさい。飯島渡し船。ジャーナリストの？ジャーナリスト？うん。そうなの？知らないの？いや、ここがアーニーさんのお墓だってことは知ってるけど。レイコは何歳まで住んでた？家島に。2歳から4歳まで、だから2年間。2年間？で、おじいちゃんと一緒にここに来て掃除してたの。掃除？うん。どうして？いや、だって、おじいちゃんが…だ、レイちゃん、アーニーさんのお墓行こう、はいって言ってたから。どうして、アーニーさんのお墓を掃除してましたか？そういうことね。そうだね。なんでだろう。レイちゃん！
元気だった？いや、歩いてきたのよ。港まで迎えに行こうと思ってたのに。ここまで歩いてきちゃった。いや、ごめんね、うん、さっきまでグランドゴルフだったわけよ。そうなんだ。おばあちゃん、いろいろやってるわけさ、うん、グランドゴルフだけじゃないよ、うん、絵画教室でしょ、うん、ヨガ教室、ヨガ、三線教室、うん、歩け歩け、うん、老人会、うん、お茶会、ユンタク会、うん、体操する会、多いな、サンバ同好会。あ、サンバ？サンバ！ハヤシさんも忙しくて老後を満喫する暇ないさ。おば、デージ満喫してるから。あ、本当だね。そうよ。はじめまして、クリスと言います。おお、はい、大学の友達なんだけどさ、ハワイからの留学生で、わね、ハワイのうちなんちゅうやい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 びんね、やいびん、あ、やいびん、やいびん。あ、私はうちなんちゅう4世です。ひいおじいさんが沖縄の方って。あ、沖縄のどこね？あ、宜野座です。あ、宜野座ね、いいところさ。クリスさん、はい、飯島は初めてね。はい、初めてです。そうね。はい、これがアーニーパイルの日でしょ。そしてこの周辺はみんな畑になりますね。こっちからサトウキビ、ハタバコ、ジマミで、あ、ピーナッツね。ハタバコ、サトウキビ、ジマミ、ピーナッツ、サトウキビ、ジマミ、ピーナッツ、ジマミ、ピーナッツ、ジマミ、ピーナッツ。そしてね、あれがグスク山といってね、家島タッチュ、シマンチュはタッチュとよ言わないよ。グスク山としか言わないよ。あ、グスク山で、この方が猫を持っていたの？あ、そう、あの、はい、おばあちゃんの家にさ、たくさんあるあの木彫りの猫、あれと超そっくりだわけ。あの猫はよ、おもろ、おじいが彫ったわけさ。おじいちゃんが彫刻が好きだったんだけどよ、マナ、マヤばっかり彫ってよ。マヤ、売るほどあるんだよ。そうなの？しゃ、もう、だ、その猫見せてごらん。あ、はい。あれ、おじいのものとそっくりだね。でしょ、だからびっくりしたわけ。はあ、はあ、おじいの猫だよ、これは。なんでね？あの、おじいちゃんの形見って。形見、この方のおじいちゃんね。はい、うん、ハワイの方でしょ、うん、なんでかね。あ、だからね、あ、そうだね、ちゃんとあんたのおじいちゃんの手紙を渡さないと。ああ、あの、孫がさ、たくさんいるのに、なんで私かな。おじいちゃんが亡くなる前に残してたんだよ。これをあなたに渡してほしいって。すごい量だね。暇あったらおひっちなんか書いてたわけ。こんなに？いや、レイちゃん家と書いてあるから私が読み切れないさ。確かに。おじいちゃんよ、戦争を自分に体験したことを私に話そうとしたこともあったみたいだけど、やっぱりやめたって。そっか。話したからない人多いさ。やっぱり戦争のことだと思う？おばあちゃん。もしそうじゃなかったら私に話しているはずさ。そうだね。あ、エレちゃん、一回おちこはよ、お茶やでやな、うん、クリスさん、はい、サータンデギ好きね。さ、あんたいっぱい食べそうだね。鍋らもあるからね。あ、手びちがいいか。手びち、手びち。おじいちゃん、レイちゃんへ。おじいちゃんはいつかすべてを伝える日が来ると思っていたよ。この手紙を読み終える頃にはどうして何も言わずその時を待っていたのかわかると思います。レイちゃんが小さい頃、一緒にアーニーさんのお墓へ行って雑草を刈ったり掃除をした時から思っていた。レイちゃんが大きくなったら全てを話そうと。そして今その時が来た。
私は家島でただただ幸せな毎日を暮らす少年だった。戦争がこの島にまでやってくるなんて想像すらしていなかったのだから。やがて1944年、たくさんの兵隊さんが家島にやってきた。当時は兵隊に憧れ、私も陸軍に入隊した。私は島中にコンクリートの要塞を作ることで忙しかった。そして1945年4月1日未明、おい、ドサコ、早う見てみ。おい、来るか、まだ起床時間じゃない。見ろ。戦艦、巡洋艦、航空母艦、駆逐艦、どこやかつじゃ、沖縄本島を取り囲んでる。おしろ、おしろ、ナンバーショット見てみ。海軍か。は沖縄を守るため、大日本帝国海軍がやってきた。目覚め、じゃかい。ナンバーインよっとけ、アメリカ隊。アメリカ、これだから沖縄人は。なんか、ワンワン日本人やさ。言ったと同じ日本人やさ。島の人間も日本人として天皇陛下に貢献できる。ああ、わんわ、マリジママもとんど。おい、日本語を話せ。また森岡軍曹に敵のスパイだと叱られるぞ。俺はふるさとの島を守っている。だから天皇陛下への忠誠心はお前たちよりも森岡軍曹よりも上さ。おい、それ森岡軍曹前で言えとか。言えるわけないべ。あの鬼軍曹に本音なんて言えるわけない。本音言えるなら、本音言えるなら早う戦争を終えて呉に帰りたい。俺も麻生が恋しかばい。皆故郷がある。俺たちはな、貴様の故郷を守ってやされたい。沖縄人のために。沖縄人のため？そうたい、ありがたく思えよ。アランド、お国のためやさ。おい、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 東洋一の飛行場が建設された家島は敵の強な攻撃目標となります。そうだ、貴様ら格好はできているのか。はい。シナジ編の優勝、井川忠志調査率いる我ら第44旅団第2歩兵隊はこの島に鬼畜米兵をおびき寄せ迎撃するのだ。貴様ら迎え撃つ格好はできているか。はい。作戦はこうだ。民間人は洞窟に、そして我々は塹壕に身を潜め、偵察機に気づかれぬよう静かに待つ。油断して上陸してきた敵兵を一網打尽にするのである。はい。お城。はい。俺に恥をかかせるような真似はするな。はい、しません。俺のような一流の軍人が率いる班に貴様らのような田舎者ばかり配属するなど、日本陸軍もよっぽど切羽詰まっているに違いない。ましてや沖縄人を入れるなどとな。おしろ。はい。貴様、訓練を受けてきたのか。はい、もともと訓練を受けました。どんな訓練だ。はい、ルーズベルトに見立てた藁人形を竹槍で突きました。他には。はい、チャーチルに見立てた藁人形も竹槍で突きました。他には。はい、蒋介石も突きました。貴様、おしろ。はい。重要なことを教えてやる。はい。米兵は藁ではできていないぞ。はい。いいか、貴様らの生き死には問題ではない。敵軍の進攻を妨害し、一人でも多くの敵兵を出せ。はい、はい、いいか、
自分が殺される前に必ず一人アメリカ兵を殺せ。はい。天皇陛下、万歳。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 身を潜める我々に向けて米軍は激烈な空襲そして艦砲射撃を加えた後4月16日6000人以上もの圧倒的な数の兵隊をこの島に上陸させた。それに対抗するため伊江島では兵士以外の一般人も戦闘に駆り出された。島の少年や女性も切り込みを命じられ手榴弾や爆雷を手に死を覚悟して突撃した。そして忘れもしない4月18日ああ、わしらいつまでここで待ちゃえんじゃ。作戦やけん、そんだか。こっから砂浜しか見えん。おい、地を下ろして弾を振ってるべ。作戦は成功だ、気抜いたるまい。それにしても、あいつら大きい顔してるの。おお、まるでヒグマだべ。おい、バカ者、大きさは関係ない。必ず一人苦しんだ。痩せっぽつに苦戦して偉そうに。信念を持って、死をも厭わない兵隊こそが、この戦争の勝敗を決めるんだ。おしろ来た。日本語上手になってるやるか。まもなく敵がやってくる。ジルナを腰につけておけ。はい、はい、いいか、目の前の戦闘に集中せよ。やられる前にやれ。はい。おしろ、おしろ。はい。貴様は先に弾薬の確認をしろ。これは後でいい、その後に置いとけ。はい。いいか、合図を出すまで絶対に動くな。叫びながら意識が遠のいていく。頭から流れてくる血が目に入り、視界がぼやけ、右足の痛みに耐えきれなくなるのとともに、私は意識を失っていった。伊江島での6日間は沖縄戦の縮図、
とも言われるほど激しいもので、一般住民約1500人を含む4700人余りが犠牲となった。島の二人に一人が亡くなった。私はふるさとの島を守ることができなかった。この島でそんな戦いが。私も聞いてたけど、こんなに。私はよ、防空壕に隠れていたわけ。崖を降りたところの洞窟、ニアティアガマというけどね。私はそこで助かったんだけど、他のガマでは爆雷で集団自決したところもあった。赤ん坊の泣き声で米軍に見つかるからといってよ、口を押さえて窒息死させたという話も聞いた。戦争が終わってガマの外に集められてびっくりした。もう景色が変わっていたさ。そしてみんな裸にさせられてからよ、消毒といってガソリンの風呂に入れられてよ、頭からあれ薬かけられてよ、もう非常に臭かったの覚えてるさ。その後は座間味島に連れて行かれた。みんなだよ、生き残った2000名全部座間味島か渡嘉敷島に集められて2年間よ。おじいちゃんも一緒だった？あれなんかは兵隊だったから沖縄本島の収容所に行ったさ。僕のおじいちゃんは何をしたんだろう。聞いたことないの？僕が小さい頃亡くなったので、おじいちゃんのことほとんどわからない、これをくれた母方のおじいちゃんはハワイ生まれ沖縄2世です。この後、この猫の話も出てきますかね。だからね、わからんさ。なんでクリスさんのおじいちゃんが持っていたのかね。でもほら、見てごらん。全く一緒。おじいの猫だよ。レイちゃんどうするね。あんなあるんだよ。あれで売るねーだ。メルカリだった。こればっかり掘ってよ、おじいちゃん。ちょっとそうだ、おば出かけてこようね。りーちゃん後で教えてよ、クリスさん、食事は足りるね。なんか買ってくる、もう大丈夫だはずよ。ビールを。ビールを、はい、このサーターアンダギーとビール合いそうです。さすがハワイのことだね、すごいさ。意識を取り戻すと、私は横になっていた。私は殺されずに命を助けられ、手当てを受けていた。隣で横たわる腕を負傷した読谷出身の男と話をして、ここが捕虜収容所であることが分かった。米軍は兵士と民間人を分けて収容した。捕虜は PW と呼ばれた。Prisoner of War の略だ。私にはアメリカ兵が我々を助けた理由が分からなかった。きっとこれは罠だ。私はそう感じていた。What is Japan planning? Hey, you better be honest with me. 正直に言え。 How many more Japanese soldiers are up there in the northern Okinawa? 沖縄の北側にはあとどれだけ日本兵がいる？
Yes, sir. Frank! Frank! Yes! Stop the pain in his leg. Yes, sir! よし、一度戻ろう。大丈夫、ゆっくり。よし、さあ、OK、大丈夫。痛み止めを打つからな。大丈夫だ、ケニー。だからやめろ、その呼び方。え？いいでしょう。ケニチだから、あなたはケニーだ。私は日本人だ。今ここでは、私にとってはケニーだ。よし。ヘイケニー、シガレット吸いますか？シガレット、タバコ吸わないですか？吸いますか？うん、これあげます。俺に？はい。どうして？配給でもらいます。でも私タバコ吸わない。いや、お前たちどうせそういう作戦だろ。デジタトンどうや？アメリカの缶詰片靴、ワンのクソデージ臭くなってるやつさ。デーゲーやのカジャスさ。ケニー、遠慮しないでいいです。どうぞ。米軍のタバコなら吸えるか。じゃあワンがもらおう。はい。おい、オーケー。フルゲン貴様、これ罠ぞ。はい、やめろ。おい、フルゲン、やめろ。ヘイケニー、オッケー、オッケー。リラックス、リラックス。はい、非常に上等。いや、もうすぐ慣れる。貴様、ヤマト楽しをなくしたのか。ありがとうね、フランキー。あんたは変わったアメリカだ。え、どうして？他のアメリカと違って、ワッターに親切さ。ん？おぉ？うん。私の父親は日本人、沖縄人です。日系アメリカ兵の中にも何名か沖縄がルーツの者がいます。だから日本語が話せるのか。ワッターとふるさとは同じというわけさ。私が衛生兵を志願した理由はそれです。父のふるさと沖縄を攻撃したくない。何か私が人を助けることができるとすれば、傷を治すことです。あんたがいたから命だけは助かった。私はただこの戦争が終わって早くふるさとへ帰ることを願っているだけです。帰ったら結婚するつもりです。婚約者は看護師に、私は医者になるつもりです。あ、いやいや、ケイケイチラカギだよ。ん？いや、フラケイケイ、ケイケイ、フランキーの嫁さんから。あ、ふるさとの話など聞きたくない。オッケー。Hey, Frank. Yes. Okay. 皆さん、配給です。はい、守る。守る。Okay. Yes, yes, yes. Okay. Yes. ありがとうね。Hey. 今日は何だ？ん？コンビー。ん？Hey, Kenny. ラン。ケニー、食べないと傷の治り遅くなる。脱出する方がマシだ。ああ、ええ、カメ、飽きちゃび親父に、もう2日経つよな。くぬふりむんや。お前たちはなぜ私を助けた？静かにしていなさい。なぜ助けた？またすぐ呼ばれるだろう。静かにしなさい。情報を引き出すためだろう。この後拷問が待ってるだろう。No。
なぜ助けだと聞いてる。私が信仰する神様は公平なお方で、優しさ、そして許しを教えてくれます。私もそれを体現するために生きてるからです。ファン！ファン！イエス！俺を殺してくれ。は？そいつで刺し殺せ。は？これでか？利き腕をなくした人間にそんなことがよく言えるな。うるさい！今すぐ殺せ！ダクルソーな。はあ。はあ。死なせよ！はあ！フラッグや、ジュンに。こんなサジゴアで殺せるわけないだろ。いっそ死ねばよかった。米軍がもし俺を助けていなかったら、俺は手榴弾で名誉の死を遂げていた。やめれ。なあ、俺は一人でも殺したのか、何か聞いてないか。知らん。ワッタは元部でやられたよ。俺は自分が義務を果たしたのか知りたいんだ。家島のことは知らん。なあ、お前は殺したのか。ん？お前は？我々は一人も殺せなかった。捕虜になって恥さらしだ！恥じませよや、黙れ！仮面。マーサンド？マーサンド、カメ、カメ、大丈夫食べれ。マーサンド、ヌチズ宝ド。
ケニー。スローリー。ゆっくり。ゆっくり。衛生兵のフランクは他のアメリカ兵とは違っていた。捕虜にひどいことをしたりはしなかった。彼は皆が互いに憎しみ合うことのない世界を願っている。そんな人間に見えた。私はフランクにケニーと呼ばれることになれ始め、いつしか私も彼をフランキーと呼ぶようになった。フランキー、フランキー。はい。ケニー。フランキー。ん？あったか。はい。ニフェデビル。Hey, Kenny, too much smoking is not good. Too much smoking is not good. 吸いすぎは良くない。あ、すいません。吸ってます。ああ、吸っていますけど、すいません。ん？いや、すいません。吸ってます。あ？すいません。大城、お前の順番だ。衛生兵はきちんと怪我を見てくれなかったのか。どういう意味ですか。フランクの手当てが下手だからお前の足はなくなったのか。フランクは丁寧に治療してくれました。今も傷が悪化しないように見てくれている。衛生兵は通訳兵と違って親切ですから。口の聞き方に気をつけろ。お前は今我が軍の捕虜だ。君が正直に情報を話せば何千人もの命が助かるんだ。持ってもいない情報をどうやって教えろって言うんですか。命がかかってるんだぞ。OK、いいか、私もこちらにルーツがある。同胞がこれ以上死んでいくのは見たくない。日本兵がどこに隠れているのかを話せばこの戦争を止めることができる。持ってもいない情報をどうやって渡せって言うんですか。適当に嘘をつけって言うんですか。私は何も知らない。沖縄人はなぜ日本軍のために戦う。君たちは見下されてるんじゃないのか。あ？あなたは沖縄の歴史を知らないのですか。は？あなたの方こそ私を見下しているんじゃありませんか。お前は自分の立場が分かってないようだな。元をたどれば、あなたも、私も、ただの百姓の息子でしょうが！もういいですか？座れ。
座れと言っている。理解ができない。お前のことを守ってくれない国のために足を失った。あなたも言葉遣いには気をつけた方がいいのでは。まだその国を信じるというのか。出ていけ。ありがとうございます。その頃、私はある有名なアメリカ人の噂を聞くようになっていた。その人物は皆からとても愛されていたらしい。沖縄で、しかも伊江島で亡くなったということだった。He wasn't even carrying a rifle! He was covering our story! Now! Frankie! Why would anyone want to kill him? どうして彼を殺した？どうした？アニパイ、私たちの尊敬する同志が先月殺されたというニュースだ。彼は僕たち若い兵隊たち一番の味方だった。軍隊にも同行して北アフリカ、イタリア、フランス、ドイツにも行った。ノルマンディ上陸の時だって。このアーニー・パイルは兵隊じゃないのか？新聞記者だ。新聞記者？アメリカ中が彼の記事を読んでいた。彼は戦場で亡くなった若い兵士についての記事をたくさん書いた。若い兵士についての記事？ああ珍しいやつさ。おう、アーニー・パイルは戦争の恐ろしさについても書いた。彼は戦場で亡くなった人がまとめて数字で報道されることに憤りを感じていたんだ。数字？昨日は何十人死んだ、今日は何百人死んだって。それじゃ本当のことは伝わらない。本当のこと？兵士には一人一人に夢があって、一人一人に愛する人、帰りを待ち望む人がいて、一人一人に友達がいて、一人一人に愛する人がいる。だから彼は僕ら一般兵についての記事を書いてくれた。日系人の兵隊にもよくしてくれた。アーニー・パイルはワシントンの六大使ともじゃなく、弱い者の一番のいつも味方だった。味方だったのに。フランキー、あ、フランキー、あ、大丈夫か、大丈夫か。 The Navy Department has just announced that Ernie Pyle, the well-known war correspondent, has been killed in action in the Pacific. The Navy said Pyle was killed by a Japanese machine gun bulletOn a small island off Okinawa. This bulletin has come to you from CES. アーニーさん、愛された新聞記者。沖縄戦で銃撃を受け命を落とし、伊江島に埋葬されたが、後に沖縄本島の陸軍基地、最終的にホノルルのパンチボールに移されたって。パンチボール？はい、
アメリカ国立の墓地、4万人以上の兵士が眠っています。4万人。はい、ただいま。おかえり。おかえり。どんなね、収容所の話。でも昔のおじいちゃんってあの優しいおじいちゃんじゃないみたい。で、今はアーニーさんのこと。レイちゃん、国際通りは知ってるでしょ。うん。戦後米軍政府と琉球政府が県民のために建設したのがアーニーパイル国際劇場。アーニーさんの功績をたたえてそう名付けられたわけ。してからアーニーパイル国際劇場からその通りが国際通りと呼ばれるようになったんだよ。そうなの。おじいちゃんはよ、毎日アーニーさんのお墓掃除していたさ。お墓の掃除、レイちゃんに手紙書く、猫を掘る、これが日課だったわけよ。おじいちゃん3点セットさ。面白い。レイちゃん、もうちょっと読んでからでいいけどよ、うん、せっかくだからさっき話していた洞窟連れて行こうね。ニヤティアガマ。じゃあおば準備しようね。これささベーロ。あんた今日運転しないよね。はい。もうお酒飲んで運転したらもう大変だからね。ありがとう。捕虜収容所での3ヶ月、思い返せば収容所ではこんなこともあった。健一、健一、健一、おい健一、おい健一、健一、健一、平くな、平くな、あれ健一、これ、これ何か。チリ捨て場から集めてきた。は？あ、これでよ、何ができると思う。は？はい、ここを脱走するための武器か、それともワンの義手か、それとも三振か。何言ってる。はい、答えは三振。これでよ、三振作るよ。三振。ああ、ワンはもともと三振を作る職人。もちろん毎日弾いていた。はい、そしてこの近所を守るは村一番の歌者。三振しちゃうだけ。ケンイチは三振弾けるのか。うん。あ、いえなあや、はあ、恋しくならないか三振の歌声よ。な、聞きたいだろ。もちろん。でも、お前これでど…亡くなったはずの右手がよ、命なち三振弾いてるわけよ。わかるだろ？亡くなったところがよ、うずいてるわけよ。だから三振作って、ヤートワンの右手に、守るの歌三振聞かせたいわよ。はあ。いや、手先は器用か？なんでか？あ、ちゃんと作り方教えるから。な、お前がやらないとダメなわけよ。え？え？じゃないさ、あるんで。ほんで右手あらんさ。守る目が見えないさ。な、お前がやらないとダメだわけよ。なあ、ケンイチ。いや、お願いします。無理だ。ケンイチお願いします。無理。ケンイチさん。ケンイチさんお願いします。この通りです。ケンイチ様。ケンイチ様お願いします。やめれ。あ、ケニー。ケニー様。あ、ミスターケニー様お願いします。やめれ、やめれ。ございますよ。お前がやったらいい。お前が、あ、ギッチャビオラジュニア。ほんで右手アランドや。見て守るんかや。目が見えないさ。お前がやるとか言うなわや。ようがり、ひいがり、一ぶるはぎや、じゅんにゃん。ああ？ああ、じゃないさ、じゅんにゃん。おい、守る、お前もなんか言え。いや、ちぶるはげてるのか？おい、言い過ぎだろ。
ケニーよ、お願いします。お願いしますよ、ケニー様。でも、やったことないし。お前、困った時はお互い様だろ。分かってるさよ。よしがよ、これでどうやって作る。三振の胴はよ、このカンカン、そして、竿は、ほれ、壊れたベッドの足、そして弦は、ほれ、パラシュート、落下傘の紐。はーし、ワンは天才やっさや。ええー、でもよ、どうやって気を削る。ええー、どうやって気を削るって。これ、頼まれてたんだい。うん、フランキー。ええモスインポータンシークレット絶対に秘密だぞ。ははケイチ、はい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 、おい、おい、まだやるって言ってない。えい、ケニー、どうせ木を削るなら何か私にも作ってくれ。何かって、そうだな、お守り作ってくれ。お守り？お守り？私はそのうち南部に送られることになるかもしれない。南部に、どうして君は衛生兵だ。南部にも負傷者はたくさんいる。じゃあ俺たちの手当は。いえ、まだ決まったわけじゃない。わかった、やってみよう。おお、ケンイチ。あー、でも言っとくが、初めてだよ。大丈夫、ちゃんと教えるから、おわんに任せおけ。頼んだぞ。ああ。しかしこれでは私の仕事が忙しくなってしまいますね。ん？なぜかって、ケニーが間違ってナイフで自分の指切ってしまうからね。それでね、その衛生兵が頼んだんだって、おじいちゃんに。そうね。それでおじいちゃんはお守りを作ることになるわけ。フランクという名前の沖縄2世のアメリカ兵。いや、村の大勢でここに隠れていたわけさ。今は干潮だからこんなだけど、満ちたらここまで海が来るわけ。ここにはもうたくさんの人が隠れていたよ。怖かったさ。上からも下からも石が。鍾乳洞？ビジルというけどね、石仏地。一つ一つが石の仏様。ここは島の聖地で祈りを捧げる場所であるわけさ。ここで祈るのですか？ええ、島の自然の神様に祈るわけ。あー、レイちゃん、あんたたちお家は1日15日ひぬかん拝んでるね。ひぬかん？ええ、うん、そうね。若い方たちはあまり馴染みがないかもしれないね。沖縄は旧暦に合わせて節目節目にいろんな行事や拝みをするさ。うん、伊江島はそれをういみと言うけどね。島の暮らしは月の満ち欠け、潮の干満、自然の移り変わりと一体であるわけさ。うてんかみ、じゅうぐんかみ、じいちんかみ、自然の神様や祖先に祈りを捧げるわけさ。クリス、おばあのやり方真似して、こうひざまずくさ、で手合わせる、こう。私はそういうふうにはしません。でも島の神様にはこうするから。
郷に行っては郷に従えって言葉があるさ。その意味何ですか？あ、だからおい、レイちゃん、それぞれのやり方でもいいさ。え？それぞれでもいいさ。いや、でもさ。いいんだよ、それぞれ信じるものが違っても。Oh, welcome! Waiting for you! Come in! Come in! Please, have a seat. Come. Okay. さて、大城君、気が変わったそうじゃないか。古源君から聞いたよ、大城君が自分から話したいことがあるって。さあ話せ。ふざけるな！私はそんなことは一言も言ってない！いい加減にしろ！お前は米軍に助けられたの忘れたか？ありがとうございます。話せば楽になる。私は何も知らない。すまない。すまないだと？何千人ものうちなんちゅが死んでも殺されてもすまないで済むと思うか？うちなんちゅ？ So, were you able to get anything out of him? I apologize. Hey you! Listen, we are here to save Okinawa. Do you understand that?私たちは沖縄を救おうとしているんだ。God damn it, Surgeon Nakama! そう、仲間。Surgeon Nakama! All we need to know is whether or not they are still hiding up in the mountains. I try, sir. Well, you gotta try harder. Because if there is none of them left up there,We gotta go down to the south and join the forces over there. Yes, sir. Sergeant Nakama! Sir. I don't give a damn how you're gonna get this information. Just get it. Do you understand? Yes, sir.あなたは沖縄の方ですか？あなたの親はうちなんちですか？私のふるさとにも仲間という名字の者がいます。どこだ？伊江島です。伊江島？はい。アーニーパイルが殺されたことか？そう聞いています。アーニーパイルは兵士じゃなかった。ライフルを持つこともなかった。持っていたのはペンと紙だけだった。優しい人だった。皆に平等によくしてくれた。
アーニーからもらった。タバコの味は今でも忘れられない。お前たち日本軍が英雄を殺したんだ。殺した奴が見つかれば、生かして捕まえておくだけでは済まさない。ですから、あなたの親はうちなんちですか？お前の質問に答える必要はない！仲間という名字なら、あなたの親戚を知っているかもしれません。ギノザだ。ギノザですか？私の歩いていた元部の高校に、仲間友津という同級生がいました。彼がギノザでした。私の唯一知る沖縄の親戚は私の叔父、仲間安和、父の年の離れた弟だ。仲間安和、知りません。この収容所に捕まってないかと思い、ここにいる捕虜の名前を全部調べた。もしよければ、あなたのおじさんを知っている者がいないか聞いてまいりましょうか。しかし、もし40歳以上なら陸軍には入っていないでしょう。そうだ。そう願ってる。生きていることを願ってる。はい。もちろんです。お前の言ってることは本当なのか？え？日本軍がどこに潜んでるのかを知らないというのは本当なのか？もし潜んでいるのだとしたら、捕虜である私の耳にも入ってくるはずです。あなたは通訳兵だが戦場にも出るのですか？ああ。どうしてあなたはアメリカ軍にいるんですか？私はアメリカ人だからだ。私が聞いているのは、どうして親の祖国と戦うのかということです。親の祖国日本が私の祖国アメリカを攻撃したからだ。あなたの親はそれでいいと言ったのか？私の親は自分の信じる者のために戦えと言っている。日本もあなたの祖国ではないんですか？私の顔立ちは君とそっくりだ。でもここが違う。私はずっとアメリカ人になるように教えられてきた。子供の頃は他の子供と発音が違うということで笑い物にされコンプレックスを感じていた。あなたはアメリカ人であって日本人ではないのだから正しい英語を使いなさいと言われた。私はただアメリカ人としての誇りが持ちたかった。私の父は沖縄を離れたにもかかわらず、夜になれば三線を弾き酒に溺れていた。稼いでふるさとに家を建てると言いながら、その金は酒に消えた。父親が憎いと思うこともあった。今も憎らしいと思うのか？どうだろう。父がふるさと沖縄を離れ、見知らぬ土地で思い通りにならない中生きてきた。その寂しさやたくましさはようやく少し分かったかもしれない。こんな話を聞いたことあるか？昔侍同士二つの家族がいがみ合って戦うとき、その養子に出された子供は自分の血のつながった親と
戦わなければならなかった。当時は養子に入った先に忠誠を誓い、命を懸けることが普通だった。私もアメリカ軍に入った時同じく忠誠を誓った。あなた、同胞を殺したことがあるのですか？日本人をか？うちなんちょうです。私が覚えているのは、攻撃をされた時に撃ち返したということだけだ。それは沖縄で？いや、サイパンだ。サイパンにもうちなんちょう大勢いる。知ってる。撃ったのか？私は攻撃をされた時に撃ち返しただけだ。相手は日本兵だぞ。出身地だと分かるものか。そして私は決して民間人は撃っていない。日本はあなたの親の祖国ではないのですか？だから私たちは必死で自決を止めようとしたんだ。だから近づく必要があったんだ。日本は民間人にまで自殺をしろと教えている。私もそう教わった。我々はお前たちの言うように鬼畜だったか、拷問をするようなことがあったか。お前は命を助けられ、手当てをされ、食事まで与えられている。私は足を片方を失いました。まだもう片方残ってるじゃないか。はい。私はフランスで砲弾に飛ばされ、その衝撃で左耳は死ぬまで聞こえない。そしてサイパンで受けた銃弾で腸の3分の1を失った。お前はアメリカ兵を殺したのか？いや、殺していないと思う。一度も撃っていないのか？覚えてないんだ。覚えてない？私のいた塹壕に艦砲射撃が撃ち込まれ、同胞が4人死んだ。私は生き延びたが、足が片方ちぎれそうになって、頭から血が出て目が見えない中、意識を失った。それでその後助けられたというわけか。はい。クソッな戦争め。なんで殺そうとした相手を今度は救おうとしなければならないんだ。わかりません。私にもわからない。私がこの場所で分かったことがあるとすれば、私と同じようにあなたにも両親がいて、友達がいて、愛する人があなたの帰りを待っているのだということです。
ありがとうございます。聞いたか、フランクのこと。何ですか。今朝行った。行った？どこに？南部だ。聞いてません。昨夜遅くに通達があり、今朝早くに出た。南部にも収容所が？いや、戦線の第96師団部隊に合流すると。戦場に出るということですか？そうだ。あいつはフランキーは衛生兵だ。戦場には衛生兵も必要だ。ここでの仕事ぶりが評価され派遣されたと。それだけ。戦いが激しくなっているということだ。渡せなかった。何をだ。いや、何をしてる。フランキーの無事を祈ってます。それから私はフランキーと会うことはなかった。その頃から私は今まで大事だと思ってきたことが大したことのないように感じ始め、今まで大したことがないと思っていたことが急にとても大事なことのように思えてきた。この仕方なら
リーナ。6月の終わり、牛島司令官が摩文仁で自決したという知らせを聞いた。しかし戦争はまだ終わっていなかった。アメリカ軍が九州を侵略するために訓練していると聞いた。私たちは有刺鉄線を張った柵の中で家に帰れる時を待っていた。そして体の不自由なものから順に解放されていくことになった。大城さん、大城さん、あなたの戦争はもう終わりです。新しい人生を始めてください。え、アメリカ陸軍のトラックが間もなく出る。乗せてもらえるように話をした。本当ですか？ありがとうございます。その代わりといってはなんだが、大城さん、お願いがあります。何でしょう？あなたの島にアーニーの墓が建てられたそうだ。いつかあなたが島に戻った時、そこで時々掃除をして美しく保っていただきたい。これは私からのお願いです。わかりました。あ、仲間さん、これは。これは沖縄の守り神、シーサーです。お守りです。あなたの人生が守られるように。私何かおかしいこと言いましたか？いやいや、失礼。私も審査は知っている。だがこれは猫だ。猫？うん。どっからどう見ても猫だ。審査です。いやいや、審査はもっと強そうだ。これは猫だ。シーサーです。猫だ。シーサーです。いやいや、私は実は猫が一番好きなんだ。え？猫は平和と幸せの象徴だ。賢い猫は世界がどれだけ混乱に陥っても高いところから眺めながらただ静かに自分のことだけ考えている。そして集中している。だから私は猫が大好きなんだ。平和と幸せの象徴。うん。大城さん、あなたも猫みたいな人だ。静かで人のことには首を突っ込まない。そうですか？時々鋭い爪で引っかかれたけど。まあ、あなたがそう思うのなら猫でもいいです。シーサーだってきっと猫の親戚か何かだと思いますから。うん、ありがとう。ハワイ・オアフ島に戻っても大切にします。はい。大城さん、あなたがこれから平和で幸せな人生を送っていくことを願っています。ありがとうございました。
約兵が僕のおじいちゃん。そうか、おじいちゃんも沖縄に来ていたんだ。そうだったんだね。きっとこの猫が導いてくれたんだ。でも小さいには見えないさ。確かに。ああ続き読んで。米軍のトラックで本部半島に到着した。私は泣き人の親戚を頼るよう指示された。しかしすぐには泣き人に行かなかった。漁船に乗せてもらい、再び私は故郷の島を訪れることができた。島の人は誰もいなかった。米軍が島中を整備していた。グスク山のふもとに向かい、頂上を見上げた。グスク山は道しるべであり、神様でもあり、先祖代々心の拠り所でもある山だった。そしてあの場所を訪れたのだ。レイちゃん、ごめん、ここから一人で読ませてほしい。なんでね。なんか分からんけど、こうチームはさわさわする。あ、胸騒ぎが。手紙のことはちゃんと後で話すから。ごめん、ちょっと行ってくる。あ、どこにね。レイコ、レイちゃん、ついに打ち明ける時が来た。おじいちゃんがどうして毎日アーニーさんのお墓を掃除していたか。あ、もちろん通訳兵の仲間さんからもお願いされた。しかしそれだけではない。私があの場所に着いたその時、墓の周りにはまだ柵も何もなかった。いくつかの花束が真新しく積み上げられた土の上に置いてあった。その場所にはこう書いてあった。まさにこの場所で第77歩兵師団はアーニー・バイルという友を失った。1945年4月18日まさにこの場所でアーニーさんを撃った一撃は私たちの塹壕から放たれた。というのは考えたくもないことだった。狭く泥にまみれた塹壕の中に潜り込むと、私はそこにあった小さな窓からあの場所の方を見た。嘘だ、嘘だろ。その瞬間、あの日のことが鮮明によみがえった。あの日の記憶、それは収容所に入ったばかりの頃、毎晩のように夢で見た風景だった。撃てー、本番だ。殺されない。
が遠のく中、生き残った私を米兵が取り囲んでいる。あの時と一つ違ったのは、聞き取れなかった米兵の英語が収容所の暮らしを経て聞き取れるようになっていたことだ。私の中であの日の記憶が翻訳されてよみがえった。俺に殺させてくれ。やめろ、こいつの捕虜だ。どうしてですか。こいつが殺したのか誰だか知っているでしょう。まだ生きてる捕虜だ。これは命令だ。だってこいつはアリーさん、アリーさんは殺せ、殺せ、殺してくれ。その時分かった。私は必ず一人殺せという義務を果たしたのだ。しかし兵士ではない、あれはアニパイルだった。私はフランキーのことを思った、仲間さんのことを思った。彼らはどう思うだろう。アメリカ軍に命を救われた私がアーニーパイルを撃ったのだ。私はあの日隠した手榴弾のことを思い出した。数年後、私は教職に就いた。教育というものが若者をどのように導くか、その重大さを知ったからだ。私は依頼を受けて戦争についての講話もした。しかし、初めは私が話したことがまるで兵隊の英雄物語であるかのように伝わってしまった。私は話す内容を変え、戦争の恐ろしさについて話すようになった。私は傷つき死んでいった人たちの恐怖と苦しみを伝えた。残された者たちの怒りと悲しみを伝えた。
レイちゃん、私は感謝しているよ。戦争を生き延びたこと。一人一人に愛する人がいると知れたこと。そして人生のほとんどをこの伊江島で暮らすことができたこと。感謝している。しかし私の一生涯の後悔、私が負った命の責任は決して許されることはない。私は祈りを込めて猫を掘り続けた。この世界はあれからいくらか平和になっただろうか。レイちゃん、お願いだ。あの場所に行くことがあれば、お線香を焚き続けてほしい。私はもうすぐ兄さんのところに行く。さよなら、レイちゃん。おじいちゃんより。おじいちゃんはよ、うん、学校の先生をしていたわけさ。うん。英語の授業で、アーニーさんの文章を使って授業もしていたみたい。英語？あ、知らなかったの？おじいちゃんって、英語の先生だったの？ああ、そうよ。なんだと思ったの。そうなんだ。じゃあ、レイコの将来の夢と。うん。だからだはず。あんたに渡したかったんだと思うよ。レイちゃんなら翻訳してくれるはずだって。そういうことか。おじいの願い通り、翻訳してアメリカに送ってあげてよ。ああ、おば、でもさ、私そんなまだ英語できないか。あいや、ボーイフレンドがいるさ。クリスさん、助けてあげてくださいね。ボーイフレンド？ Of course、もちろんです。おば、もうフェリー乗らんといけん。ゆっくりしていけばいいのに。泊まっていけばいいさ。また今度ね。そうね、またおいでよ。ありがとうね、おば。じゃあ、クリスさんも、はい、さあ、タネギ持ったね。ああ、持ちました。ありがとうございます。あ、クリスさん、あんた、思ったよりいい筋肉してるさ。なんで乙女の表情してる。いっていって、もじゃあね、おば。はい、ありがとうね。さよなら。またね。と申します。ようやくあなたのご住所を知ることができました。あなたがふるさとのハワイ・マウイ島で今も医学の研究をされていると聞き、嬉しく思います。同封している祖父の手紙ですが、おじいちゃんの希望で
アメリカの新聞社、出版社に翻訳してお送りしました。おじいちゃんは長い間多くを語ることなく、ずっと自分を責め続けていたのだと思います。おじいちゃんから託されたものを翻訳することにはとても苦労しました。ですが、その作業は私が知らなかったことを知る機会となりました。しかし一人ではとてもとても完成させられず、通訳兵マーク仲間の孫クリスをはじめ、たくさんの人の力も借りました。おじいちゃんの物語はアメリカでの出版が決まり、近々演劇としても上演されることになっています。ドクター・フランキー、おじいちゃんに親切にしてくださったことに感謝いたします。おじいちゃんは恐ろしい体験の中にあっても、あなたからたくさんのことを教わりました。人間は集団同士で憎しみ合うことはあっても、一人一人を知ることができれば、みんな同じように愛するものがあることを発見できると。一人一人を知ることができれば。ありがとう、レイコ。